皆さんこんにちは、かなです。チワワのカプチーノです。私さ、今年翻訳なんだけど、12月の最後の最後まで健康運が悪すぎるっていうことが起きまして、12月はね、動画たくさん撮ろうって意気込んで迎えた月だったのに、なんとウイルス性腸炎になってしまって、1日の半分以上をトイレで暮らしてます。最悪じゃない。それ以外はめっちゃ元気だし、食欲もあるから、無理せず12月を駆け抜けたいと思います。皆さんもね、本当に最近寒くなってきたので、お腹冷やさないように気をつけてください。ということで、ベストコスメ紹介していきたいと思います。私のお肌の特徴は主鎖だったり、顔に赤みが出やすい、あとは刺激が強いとすぐ荒れる、そして回復が遅いっていうのが自分の肌の特徴かなって思うんだけど、この下半期もね、美肌になれる素敵なスキンケアとコスメに出会えたので紹介していきたいと思います。今回の選んだ基準は、私が今年の下半期に出会って初めて使ったもの、その中でこれはベストだなっていう基準で選びました。じゃあ最初にスキンケアから紹介しようかな。まずはこちら、ネイチャーリパブリックのハイドラトナーという化粧水です。今回のベストコスメどうしようかなって思って、いろいろ棚を広げてね、見ていた時に、あれ？私これこんな使ってたの？って思って、そんなに使っている自覚がなかったんだけど、これに助けられてたということを認識しました。メイク動画撮ってる時とか、あんまり動画で紹介してるシーンがなかったんじゃないかなって思うんだけど、日常的に結構使ってました。低分子ヒアルロン酸とパンテノールが配合されてるのね。ヒアルロン酸で保湿して、パンテノールで肌荒れをいたわってくれてるような、まさにね、私のお肌が持っていない部分をカバーしてくれるようなトナーなんです。で、質感はこんな感じで、トローンとしたヒアルロン酸って感じの質感なので、伸びが良くて、これ好きなのがさ、先っちょがプッシュ式になってるから、一度手に出して顔に塗るっていう手間がいらないの。直接顔にこうかけて使えるので、便利さというところも推しのポイントです。今年の下半期といえば、私はグリーンピールに出会って、月に1回肌ケアをしてるから、上半期よりは確実に下半期の方が肌の元気さっていうのがアップしたっていうのはあるんだけど、その上でこれを使い続けることで、よりお肌が元気になったんじゃないかなと思います。塗った後も肌表面はすごくサラサラなんだけど、内側が潤っている感じっていうのが実感できるので、これからも使い続けたいトナーの一つになりました。続いてはこちら、トルファスのジャムセンアンプルです。何度も何度も動画にしている美容液なんだけど、これを選ばずにはいられないなと思います。ちょっと話が戻るんだけど、さっき話したグリーンピール、このグリーンピールを受けることによって、お肌の真皮層、一番下の層に直接ハーブの栄養が届くのね。だから肌表面だけ、例えばスクラブみたいな感じで剥離させてツルツルになるっていう構造ではなくって、毛穴から直接ハーブの栄養を届けることによって、真皮層が栄養で満たされて、自然にターンオーバーが起きて、一番上の部分が自然に皮がむけるっていう状況が起きるんだけど、なので文字通り一皮むけたお肌になるのね。その状態で使うスキンケアはすごく大事ですって言われていて、もちろん強すぎてもダメだし、かといってせっかく吸収しやすくなっているから、いいものを使った方がいいですよっていう風に言われて、ソルファスのジャムセンアンプルを積極的に使ってたんです。そしたらさ、コスメカウンターに行った時に肌の診断みたいなのを無料でやってくれるからさ、受けたのね。グリーンピール後だから、一時的に肌がちょっと乾燥したりしちゃってるかなと思って、で結果を見たらさ、潤いとツヤだっけな、もうほんとギュンっていうぐらいめちゃくちゃ数値が良くって、で BA さんもお客様の年齢でこんなに数値がいい方って本当に稀なんですみたいに、もしかしたらお世辞かもなって思ったんだけど、でもシートを見るとさ、本当に明らかに良かったので、グリーンピールによって肌の底力がついたプラス、絶対これの影響だろうなっていう風に私は思っています。そう、これを使い続けて
続けてからそういう風に言われたので、もともと肌が弱いからさ、ああいう肌診断系っていつも評価が悪いのね。だから受けるたびに落ち込むから受けたくないなって思ったんだけど、グリーンピールとこのソルファスでどれぐらい肌が変わったか見たいなっていうのもあって受けてみたらすごく効果がありました。びっくりした。それからこの美容液の信者になったんだけど、ただお値段がすごく高いんです。それだけはなんだかなって思うんだけど、高いだけあるなって思うので、お肌の水分不足だったり肌トラブルに悩んでいる人こそ使ってみてほしい美容液です。質感はこんな感じで、馴染むのがめちゃくちゃ早いので使いやすいです。いつもだったら美容液をねビャーってたっぷり塗りたいタイプなんだけど、これは肌の気になる部分にピンポイントで塗ってます。私は頬の中心とおでこのなんかここの部分がちょっと赤くなりやすいので、そこは重点的に塗って、あとは小鼻だけ塗るような感じで、本当に効いてほしいところにだけ特別塗っているっていう感じです。これもね本当に今年出会ってよかったなと思います。続いてはコスメ系紹介していきます。まずはねクッションファンデ、こちら VDL のパーフェクティングシルキーフィットカバークッションファンデーション、私は V02 っていう色を使ってます。 YouTuber の会社員 A ちゃんとのコラボ商品でいただいたものになるんだけど、めちゃくちゃ良すぎてベストコスメに選ばずにはいられないクッションです。今日も使ってるんだけど、これの一番好きなところは素肌っぽくカバーしてくれるんだよね。質感的にはセミマットくらいなんだけど、カバーって言われると本当にピッピッみたいにさ、ハイカバーすぎるとさ、なんかその素肌感とかも全部失われちゃうやつあるじゃん。でもそうじゃなくて、赤みとか色ムラ系は自然にカバーしてくれるんだけど、近くで見た時に素肌感がちゃんとあるんだよね。それがめちゃくちゃ大好きです。好きなところその2が、よれにくいところです。今年結構あったかかったからさ、秋になっても歩いたりすると汗かくこととかあったんだけど、それでもよれなかったので、めちゃくちゃすごいなと思って結構使いました。あと今まで私クッションファンデをパフ全体にビャッってつけてポン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 ってやってたんだけど、これに限っては本当に少量ですごく綺麗につくんだよね。どれぐらい少量かっていうと、本当これくらい、片方の方これくらいで、両頬とおでこと、あと鼻と顎で1回分っていう感じで、少量を細かく塗っていくと個人的にはよりよれなかった肌の仕上がり好きなんだよね。これからどんどんさ寒くなってきそうだからさ、乾燥とかも気になるところだと思うんだけど、塗った後もね自然なツヤがいい感じに残ってくれて、ほうれい線とか割れたりとか全然ないので、真冬もいけるなって思う。ということで下半期のクッションは VDL 選ばせていただきました。次がねコンシーラーです。こちらザセムのカバーパーフェクションコンシーラーペンシルのグリーンベージュです。1箇所にしか使わないので、多分私これ人生で使い切ることないんじゃないかなっていうぐらいすごくピンポイントな場所に使ってます。それがねここのニキビ跡がケロイド状になっているところなんです。ここのねケロイド状の跡がすごく厄介で、リキッド状のコンシーラーでね隠れにくいの。どうしたらいいんだろうなと思っていろいろ試していたんだけど、これに出会ってケロイド人生変わりましたちょっと待ってて。これはねいつもねクッション終わった後にここにピンポイントで塗っていくんだけど、こんな感じでめっちゃ隠れたの分かるかな。普通のニキビ跡とまた違ってめっちゃボコボコしてるのね。指で塗るとさ、このボコボコのへこみをねカバーしきれなくてめっちゃストレスだったんだけど、このペンシルならかなり硬い質感なので、鉛筆で絵を描くようにさピンポイントで赤みを隠してくれるのよ。よれることもなく1日崩れないの。すごくいいんだよね。あとは小鼻の赤みとかそういうところにもいいかもしれない。この色もまた絶妙でさ、ちょうど赤みを隠してくれるグリーンベージュなんだよね。これが普通のベージュだったらまたここだけ浮いちゃったりすると思うんだけど、赤みをちょうどよく隠してくれるということで最高だなと思ってベストコスメに選びました。
次がシェーディングです。エチュードのリボンメーカーのクールシェーディングっていう色なんだけど、これに出会ってシェーディングの奥深さに気がつきました。これを小鼻にいつも使ってます。小鼻をこんな感じで余計なところを隠していて、であと軽くぼかすような感じで使ってるんだけどさ、なんか本当にシェーディングしてるって気づかないぐらいのちょうどいい色味なんだよね。スティック状っていうところがとにかく使いやすいし、ちゃんとブルベ用、イエベ用っていう風に分かれてて2色しかないのね。だから自分がブルベかイエベかで選ぶ色が明確っていうところで、私みたいにシェーディング苦手な人にもすごくいいなと思って、これは使うたびに感動します。これなくなったら絶対リピします。で最後はこちら、フィーブのハイパーフィットカラーセラムのハピネスという色、セラム状のチークです。もうセラム状の〇〇って言われるだけでコスメ好きとしてはテンションが上がっちゃうところではあるんだけど、まずはこんな感じでチークとしてね使っても素晴らしいし、あとはねさっきの続きになるんだけど鼻先に塗るの。そうするとさちょっとワンホンみたいに血色感も出て可愛らしい雰囲気になるんだよね。その鼻先に塗る赤色をさずっと探してたんだけど自分に合う色が全然なくって、でもこれならねセラム状なので使いやすいし、クリームチークともまた違う、ほんとセラムの質感なの。だから大人でも使いやすいと思う。なんかパキッとしすぎずナチュラルなんですよ。これほんと最高。他の色も買いたいなと思ってます。そんな感じで2023年の下半期のマイベストコスメは以上になります。皆さんのマイベストコスメもぜひ教えてもらえたら嬉しいです。でも半月後にはさ2024年っていうのが本当に信じられないんだけど、きっと来年もたくさんの新しいコスメとの出会いがあると思うのですごく楽しみです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。